翌日、和江が久しぶりに朝食の席に着き、しかもとても機嫌が良く、名子たちを驚かせる。その晩、祭りの手伝いを終え、大村と藤井に付き合わされた雄太郎は酒場で男連れの和江と出くわした。背広す姿のその紳士は、安西新之助と名乗った。安西先生は京都邸大で、経済言うのを教えてはって、 タブのこといろいろ教えてもらってんのや二人は北浜のサロンで出会ったという家に帰った雄太郎は早速メイコと典子に報告する三人は最近風邪の機嫌がいいのはそういうことだったのかと納得する翌日の朝食の席ではすっかり女らしくなった風邪の様子を見た星津が風邪に恋人ができたのだとすぐに見抜いた まあせいぜい騙されんようにな。金目当ての詐欺かもしれんから、気をつけなはれ言うてんねん。見る見ぬ二人は言い,い争いになり、おしずが続けた。うちはあんたらの父親に頼み込まれてわざわざ芸者辞めてんで。一発の芸者やったんをあんたらの父親に人生わやにされたんやんか。いつでも戻りはったらええのに。 悪いけどわてら、いっぺんもあんさん引き止めたことなんかおまへんで。勝手に座りはったん、あんさんでしたろ。おしずは怒って席を立った。めいこはおしずの部屋へおむすびを運び、なぜ今まで家を出て、芸妓に戻ろうとしなかったのか、思い切って尋ねてみた。そんなことしたら、かずえちゃんの思うつぼやんか。それだけの理由で何年も耐えられるものだろうか。 と子が不審そうな顔をするとおしずが突然起こり出しメイ子は退散するしかなかった。